サポーターはがっかりしているでしょう。クラブは昨シーズン昇格できませんでした。かつてプレーしていたディビジョンからは遠ざかっています。真の力を発揮できるでしょうか。打ってきた、しっかりキャッチ。ここでスローイン。サイドチェンジ、キーパーに奪われました。本田圭佑、岡崎慎司、ボールを運びゴールに襲いかかります。本田、シュート、キーパー反応した。ボールを弾く、コーナーに向かいます。合わせられるか、岡崎慎司、シュートはちょっと強引か。ボールが狙われています。この判定はフリーキックです。コーナーからのキックとなります。本田、フィンク、危険な位置です。緊張感が増してきます。フィンク止めた、ボールが転がる。コーナーからゲームは再開です。本田圭佑、効果的なパスが通る、振り抜いた。ボールを持って中に入る、どうなる、このシュートを弾いた。副審がコーナーフラッグを指します。前に押し出します。狙ってましたか、カットします。本田、さあ突破しましたよ。このパスは通りません。ボールと人がうまく連動しています。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。イオンピョ、圭佑、惜しくもライン終わった。これはチャンス、決まるか、このシュートを弾いた。フィンク、
絶好のスルーパスでしたが惜しくも通らない。タッチを割ってスローイン。ここを起点にできるか。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。狙いは悪くないですね。これはいいぞ。カウンターを止めて相手は一安心でしょう。フィンク、本田圭佑、岡崎慎司、入るか。キーパー弾く。4秒。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。本田圭佑、ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。ファールです。このプレーはどうでしょう。前方に運びました。コーナーキック。パンチングで止める。ここでシュート。このシュートはさすがに強引か。これは残念。ボールを手放してしまいました。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。残るは45分、後半戦キックオフです。フィンク、ホイッスルが鳴ってファールです。イエローカードが出されました。気は抜けない展開です。キム・ナミリ、振り抜いた。キーパーの手の中へ。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。
岡崎慎司。キーパーにバックパスです。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスきた。止める。止めます。ナイスセーブですよ。この試合どちらが制するかまだ分かりませんね。シュートでしたがこれは決まりません。残念そうにしています。はい、絶好の場面でしたからね。頭も抱えますよ。岡崎慎司。フィンク。さあどうだ。キム・ナミ。シュートだ。勝ち越しとはいきません。シュートは大きく枠の外。横へ展開をします。ディフェンスを抜いた。笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。今のファールにカードが出されます。前に押し出します。岡崎慎司。決まるか。リードを奪うことはできませんでした。シュートは大きく外れます。ミッドフィールドでボールを取りました。こんなナイスシュート。ゴール決まった。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね。堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。両チームともにアグレッシブな試合運びで激しいゲームとなっていましたが、ついにゴールが決まりましたね。はい、両チームともによく守っていましたが、小さなミスを見逃しませんでしたね。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。見事なタックルです。ここは簡単にボールを渡してしまった。激しいチャージ。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますがどうでしょう。しっかりキャッチ。つまらないミスでボールを失いました。フィンク。決めに来た。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。
ボールはどちらにこぼれるか。素晴らしいインターセプト、いいディフェンス決まりました。がすっと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。体を当てて取る、奪った。突破しました。今のが試合の流れを変える最後のチャンスだったかもしれません。この攻撃で最後となりますか。決まれば同点に追いつきます。キーパーボールをしっかりキャッチ。ここでタイムアップ、試合終了です。始まったばかりのシーズンで3ポイントを獲得しました。シーズンの見通しが随分ピンク